せえな、何やってんだったく。お待ちどおさまでした。はい、エルシュのおかわりです。来た来た。他に追加のお客様いらっしゃいますか。おい姉ちゃん、注文取ってくれ。はいはい、ただいま。よう、メイドさん、5人だけど席空いてるかい。はい、あ、2階の右奥に空きがありますよ。ありがとうよ。いや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 、うわっ、全部倒しちゃった。まずい。どうも、皆様お騒がせしてすみません。やべやべ、床に食器落とすとこだった。1個でも割ったら店長に接見されちまうぜ。すげえ。なんなんだよ今のは。宙にぶちまけたジョッキやらコップやら全部足で受け止めやがったぜ。すげえぞお姉ちゃん。次はコップ10個でやってみちくり。ええ、こっちが先だ先だ。チップは弾むぜ姉ちゃんよ。はあ、水霊向かいにその人ありと言われるこのフォーリーが酒場の裏庭で皿洗いか。死んだ父様が見たらなんて言うか。少なくとも褒めてはくれないわね。うるさいわね。何やってんのかしら。あら、エル。フォーリー、水くれよ。なんだかひどくお疲れのご様子ね。ブッ。そりゃもうめちゃめちゃですわ。こんなでっけえ酒場に従業員が与えとお前のたった二人。しかもメイドの仕事以外に曲芸までやらされるとは思わなんだ。曲芸？ねえ、この格好恥ずかしいよ。こんな短くってひらひらのスカート履いてたらしまいに鼻血出ちまうよ。着てるあんたが鼻血出してどうすんのよ。なあフォーリー、メイドと調理場変わってくれよ。何言ってるの。調理場だって大変なのよ。皿洗いから盛り付けまで全部一人でやってるんだから。ああ、腰が痛い。もういい歳だからな、フォーリーも。何ですって。あた今なんか言った。私はこの口が言ったのかな、この口が。あんたバカでしょ。あ、怒ってるよ。よくお聞き、このバカ女。大体あんたが旅費を全部飲んじゃったからバイトなんかする羽目になったんでしょうが、少しは反省しなさいよ。すいません、フォーリー様。たく、かわいそうに思って付き合ってあげてる私に感謝しこそする不満ぶっこくなんて、どういう神経してんのよあんた。いちいち胸に突き刺さるお言葉。でもよ、酒場のメイドなんてとても与えりゃ、せめて用心棒とかさ。戦って稼ぐのはやめることにしたんでしょうが、無用のいざこざを避けるために。あ、そうでした。仕方ねえなんじゃけどよ、変だよなこんな経営方針。なんか訳ありじゃねえのか。だいたい店長が噂をすれば影店長よ。あらららこっち来んぞ。何サボってんですかエレさん。お店の方お客さん増えちゃって大変なのに。すいません店長。俺フォーリーさんも一緒に謝って謝って、うん、ああ忙しい忙しい。素早いエレさん。今度サボったら時給減らしますよ。そりゃもうスパッとね。そうだ。すいませんすいません、申し訳ない、許してください。いやもう大間違いですがな。10分間休憩あげます。10分したらすぐ仕事に戻ってね。はい、それじゃよろしくね。へへへ。ああ怒られちゃったよ。大変ね、あんたも店長に睨まれちゃって。おめえは立ち回りがうめえよな本当に。この酒場裏手にでっけえ果樹園まで持ってんだな。酒の材料にすんだろうけど、あんなちびっこ一人でやってんじゃきついな。そうね、訳ありかしらね。喧嘩か。エル、おいフォーリー、やったぜ。喧嘩だぞ喧嘩。うわはー、見に行こうぜ。はあ、
どういう生き物なんだろう、エレって。カリキュア、またあんたなの？出てってよ。そう連れなくすんなよ。俺は人助けだと思って言ってやってんだぜ、フェオリナちゃんよ。なんですって？このお店はお嬢ちゃん一人でやるにはデカすぎる。だから俺が高く買い取ってやるって。悪いようにはしねえよ。親父が事故で死んじまったんじゃ何かと金がいいんだろう。事故？事故ですって。ふざけないで、ガリキは。事故に見せかけて殺したでしょ。自分でやっといてよく言えるわね。なんだとてめえ、くだらねえ言いがかりつけやがって。優しく言ってやってんのが分かんねえのか、こんガキや。脅かしたってダメなんだから。店は絶対に売らないわ。なんだそりゃ。おお、そうか。おめえの親父が作ったわけのわかんねえ武器か。バカにしないで。父さんの作ったものは武器だってお酒だって全部一番なんだから。そうか。でもよ、お前の親父は生きるのは下手だったみてえだな。おい、ふざけるな。にゃー、手が滑っちゃった。あちゃ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 、ごめんなさい、お客様。ああ、ハギ頭がネットでズル向け。な、何しやんだってめえ。フォーリングマイヤープラズマ体産が不二と答えよ、そは何ぞ。我は聖夜、地震聖夜、気候の敵の真意を操る者なり。あら大変。さあお座りになって。当店のメイドが飛んだ失礼を。何分不慣れで、ついでにブスで。気分を害されましたでしょ。お代は結構ですから、今日はお引き取りを。わかった、そうするよ。ありがとうございました。大丈夫ですか、店長。ええ、平気よ。でもすごいですよ、店長。見事に追っ払っちゃいましたね。当たり前でしょ。父さんの形見のこのお店、誰が売るもんですか。にゃー、かっこいい。震えてる、この子。いや、すげえじゃねえか、フェオリナ。俺たちも手助けしたかったんだけど。なあ。ああ、もちろんさ。そう思うのなら、なぜ戦ってあげないんですか。こんなに小さな子が自分の全てをかけて戦ってるのを目の当たりにして、なぜあなたたちは戦わないんですか。あなたたちの心にも必ずあるはずの勇気は一体どこへ行ってしまったんですか。エレさん、わけありか。よっ、この石を取らないと根の伸びが悪くなる。大丈夫ですか、店長。昼はお店、夜は果樹園の世話じゃ体が持ちませんよ。フォーリーさん、しっと。重いなこれ。エルソン、シャベルかと思ったら武器だったんですね、これ。え、すごい。これが武器だってよくわかったわね。え、あ、いや、あの、いや、そのあ、いあ、まあなんとなくそっかなと思って。これはね、父さんが死ぬ直前に作った最後の武器、そして最強の闘士セバール専用の武器なの。セバール専用。ほら、ここんとこ見て。どこです。これは半分しかかけてないけど、これがセバールのシンボルなんだって。でも残りの半分を書く前に、父さんはね、お酒作りを始める前は武器職人だったの。自分の武器をセバールに使ってもらうのが夢だった。わあ、変わった格好の武器ね。父さん、私この武器の使い方全然わかんない。それでいいんだよ。え、どうして。武器っていうのは使う人がいて初めて武器になる。この武器もこれを使いたいと思ってくれる人が持てば、その人は聞かずともこれを使えるのさ。
結局父さんが死んじゃってこれの使い方はわからないまま。でもいつか私がセバールになってこの武器を使ってあげるんだ。それだけ思ってもらえれば、使えなくてもその武器は、いえ武器だけじゃなく作ったお父さんも幸せだと私は思います。ああ店長、腰痛ですっかり体冷えちゃってますよ。そうだ、みんなでお風呂でも入りましょうよ。パーッと。そうね、じゃあ私お湯温めてくる。けなげなもんだね。ん？何やってんだフォーリー、地面になんか落ちてんのか？エレン、この事件奥が深いわよ。ん？単なる店舗買収にしては手が込んでると思ってたけど、この事件裏で糸を引いてるやつがいるわ。それもスイレームがね。え？スイレームが？面目ない、ディーマ殿。まさか向こうにもスイレームがいるとは。うかつでした。顔を上げられよ、ガリキュア殿。気候にかけられていた精神制御の呪符、かなり強力なものだった。ことを荒げたくはなかったが、そうも言っていられん。ディーマ・バイパーが負に問う。答えよ、そうは何ぞ。我は制御、カイマ制御。死したカイマを気候の鋼鉄のしもべにするものなり。シューマの死体がよみがえった。いざとなればこいつで皆殺しだ。酒場も果樹園も関係ない。我々に必要なのはあの砂だ。ディーマ殿、急がねばならん。このままでは我々はクルダに負ける。ああ、いいお湯だこと。生き返るわね。ああ、そいつはよかったな。あれ、エレさんどうしてお風呂に入らないの？それに両手のカバーつけっぱなしよ。このカバーはちょっと願掛けみたいなもので。それからクルダの人間のお風呂はお湯じゃなくてお水なんです。水？じゃあ普段は水浴びなの？はい。全員がそうっていうわけじゃないですよ。半分ぐらいの人はお湯にも入ります。この人が入らないのは単にガサツで面倒だから。また手が滑った。あー、冷たーい。ごめんね、わざとじゃないの。あー、そうですか。別に気にしてませんわ。うわー、今まで気づかなかったけどエレさんって結構筋肉ついてるのね。ドキ、そうかな。クルダの人ってのはみんなこんなもんですよ。そうそう、クルダの人はみんな筋肉質なの。だから戦士が多いんです。そうそう、セバールもクルダの人が多いしね。そうってことで、そうなの。いいよね。え、私もクルダの人ならセバールになれる可能性が上がるのにな。店長はセバールの中で誰が一番好きなんですか？そりゃ当然シャドウスキルよ、当たり前よ。で、何よそのリアクションは。なんでシャドウスキルなのかな。他にもセバールはいっぱいいますよ。なんでって、あの人女だから。どんな強い男の人や怖いジューマにも負けない女の人だから。ね、私と同じ女なのに最高の栄誉と恐怖を司る人。どれほど強いのかも本名だって知らないけど、あの人のことを考えるといつも勇気が湧くんだ。店長にとってシャドウスキルはセバールの武器言語と同じですね。武器言語？何でもセバールが勇気を振り絞るときに言う言葉だそうですよ。きっとセバールだって勇気を振り絞るのは大変なはず。だから自分の名で勇気を出してくれる人がいるのを知ったら、どんな栄誉を授かるよりもその勇気を誇りに思うんじゃないでしょうか。勇気を
誇りに。それじゃあ私も勇気を出して仕返ししようっと。おひどいことなさりやがって。火だ、火がついてる。何言ってるの、大げさね。違う、外だ。家に火が放たれてる。燃えてしまえ。我々の邪魔をする者には死あるのみ。それが我らソウルファン王国の鉄の掟だ。さて、高い金を払ってセプティアから買ったジューマだ。その力存分に見せてもらおう。うわっ！あらやだ、なぶり殺しにするつもりね。何落ち着いてんのよバカ。早く外へ出なきゃ。家なんか燃えてもいいけど果樹園は守んないと。父さんの片身の果樹、父さんの武器。どこ行くの店長、そっちは火の海よ。離して、父さんの片身が、父さんの夢が燃えちゃう。私が取ってきます。フレソン、ポーリーは店長お願い。分かったわ、それじゃあ後でね。待って、ごめんなさい、もういいの。あの火の中に入ったらエレさん死んじゃうよ。フェオリナ、大丈夫です、絶対取ってきます。父さんの形見は私がフェオリナに手渡します。でも信じてほしいの。フェオリナがシャドウスキルを信じて勇気を出すように。私もフェオリナのために勇気を出すから。だから今は私を、エレラグを信じて。エレさん、やったか。ふっ、ボン。怪我はない、フェオリナ。ええ。おお、よくぞあの炎と瓦礫の中から出てきた。だがそれだけの体術を持っていながらなぜ正面に出たのだ。気候の体術ならば我らに気づかれずに裏から逃げ延びることもできたはず。逃げる？とんでもない。私たちがソウルファン軍なんかに負けるわけないもの。そりゃわかるわよ。自軍の旗色が悪いんで、何かアイテムを使って持ち直しを図りたいと。何？土地乗っ取りの真の目的はこの果樹園の砂。一見何の変哲もない砂に見えるけど、スイレームにとっては特別なものだわ。貴様どうしてそれを。いわゆるドリュアルクの砂は樹木の成長を促す以外に非常に珍しい性質を持つ。炎系の呪浮力に反応して爆発するという性質をね。え？なるほど、気候クルダのスイレームだったか。あの強力な精神制御の呪符もそれならばうなずける。ガリキュア殿が相手にならないわけだ。しかしそれだけ知られているとあらば。ドリュアルクの砂、生かしては返さん。つぅ、見たか、わずか一握りの砂でこの威力。この果樹園の砂が全て我々のものとなれば戦局は変わる。あんたたちのものになればね。強がりはよせ、仲間の女は死んだ。お前もそろそろ死ぬ。死んでない、エレさんは死んでなんかない。だって約束したんだから、手渡すって言ったんだから。父さんの武器私に自分で手渡すって、そう言ったんだから。バカめ、後ろを見ろ。生きているわけがない。今頃は黒焦げになっているか、ジューマに潰されているかのどっちかさ。
何？どちらやれ！なんだ？また派手な登場だこと。ふざけんな。誰が死んでるってんだよ。エレさん！バカな。その恐るべき力、信じられる。何者だ貴様！フェオリナ、あたいの名を教えてやる。忘れるなよ。あたいはエレラグ。シャドウスキルのエレラグだ！あの腕の紋様は、セバールのシンボル。エレさんのシャドウスキル。セバール。ディマ殿、クルダのセバールだ。黙れ、下がってろ。クルダと戦うとなれば、いつかはセバールと相対する日が来る。それが今日だっただけのことよ。行くぞ、シャドウスキル。上等。フェオリナ、今からお前の親父の作ったこの武器がどれほどお前に勇気と誇りを与えるのかを見せてやる。肘に装着したのは、そっか、肘打ちに使う武器だったのね。面白い。ならばセバールの強さ見せてみろ。行け、チューマイオ。我は無敵なり。フェオリナ、あたいはお前に何もしてやれねえ。でもよ、お前があたいの戦いを見て誇りと勇気をお前の父から学ぶように学んでくれるのなら、我が一撃は無敵だ。見ろ、これがシャドウスキルの強さだ。クルダ流交殺法表記アクス。なんという力、桁が違う。ダメだ、勝てない。我々はクルダにもセバールにも。ディーマ・バイパーがフニと答えよう。そうは何ぞ。我は霧、今日は引く。だがシャドウスキル、我々が負けてもソウルファンは負けぬ。シャドウスキル、私あなたの恐ろしいまでの強さと美しさを見て何かを教えてもらった気がする。それが何なのかはわからないけど、それがわかる日まで今日のこの瞬間を忘れない。フェオリナ、エレさん、私なんだか眠くなっちゃった。フェオリナ、まるで夢のよう。フェオリナ、ちょっとしっかりしなさい。フェオリナ、フェオリナ！いいの、エレン、黙って出てきちゃって。なんだよ、無用のいざこざを避けるために変装してバイトやってたんだろ。思いっきりいざこざ起こした上に正体バレちゃったんだからしょうがねえじゃん。ま、あんたがそう言うなら別にいいけど、でもお別れぐらい言ってくればよかったのに。言ってきたさ。え？私としての言葉を力の限り伝えたつもりだから。私って誰よ、あたいの間違い？うせえな、行くぞブス。誰がブスだ。いたでしゅ。朝。あ、夢だったのかな。あ、父さんの武器に、父さんの武器に、
セバールのシンボルが全部描かれてる。花売りでもする？いや、そういうのはもう嫌です。やめてよ、その口を気持ち悪いって。そんな言い方ないです。